皆様こんにちは。筋トレ嫌いなトレーナー唐沢拓海です。今日は体幹トレーニングをやっていきたいなと思います。体幹とは読んでの通り体の幹、つまり胴体を意味します。胴体がしっかりしていないとスポーツをしていても日常生活でも足腰が弱くバランスを崩してしまいます。体幹を鍛えるということは体の土台を作り全てにおいてのパフォーマンスを上げることにつながっていきます。ですので今日は体幹を鍛えて基礎筋力を上げていきましょう。では今日のメニューと筋肉の効く場所です。今日は体幹なのでほぼ全ての全身の筋肉を使っていきます。胸、腹筋、お尻、もも全てです。では早速始めましょう。腕立ての体勢をとって準備してください。足を少し大きく開きバランスを取りましょう。右手を上げ天井まで上げてみましょう。では3、2、1、スタート。手を天井に上げた時に横っ腹の腹斜筋に効いてきます。手を戻した時には腕とももそして体幹の土台となる腰、腹筋に効いてきます。残り15秒。残り5秒。4、3、2、1。では5秒休憩です。次は逆のレフトハンズアップをしていきましょう。では同じように腕立ての体勢から少し足を開いて準備しましょう。今度は左手を天井に上げていきます。では3秒。2、1、スタート。しっかり上げることでこの腹斜筋、矢印のところの腹斜筋が鍛えられるのでくびれにつながりますのでぜひやってみてください。残り5秒。4、3、2、1。5秒休憩です。次はバックヒッププランクです。では足の裏をつけていただいて寝ます。そしてお尻を上げていくとヒップアップにつながります。3秒前。2、1、スタートです。しっかりお尻を上げることによってヒップアップにつながりますので背中が反るぐらい高く上げてみてください。では残り15秒。残り5秒。4、3、2、1。5秒休憩です。次はニー&エルボーです。では今度は四つん這いの体勢から肘と膝を合わせていきます。しっかりと合わせることによって腹斜筋が鍛えられていきます。では2秒前。1秒前、スタートです。腹斜筋を鍛えることによって何度も言いますがくびれが存在してくるようになるのでしっかりとひねって肘と膝合わせていきましょう。残り15秒。では5秒。4、3、2、1。では5秒休憩です。次は逆側のニー&エルボーをしていきましょう。逆側もしっかりと鍛えていきましょう。では3、2、1、スタート。では残り15秒。そろそろきつくなってくる頃だと思いますがあとちょっと頑張りましょう。5秒。4、3、2、1。では5秒休憩です。次はプランクステップをしていきます。
では今度はプランクの体勢から足を交互に上げていきます。これはかなりきついと思いますが、あと3つなので頑張りましょう。肩にも効くし、ももにも効くし、胴にも効きます。では1スタートです。なるべくお尻の高さは変えずに、そのまま上半身はそのままで、下半身の足だけ動かすとより効果的になります。残り半分、15秒。お尻が上がりすぎてないか意識しましょう。残り5秒、4、3、2、1。では5秒休憩です。次はプランクジャックしていきます。これもなかなかきついやつです。まずはさっきと同じようにプランクの体勢から今度は足を開きます。では用意スタート。これもなるべく上半身を変えずに足だけ開くとより効果的です。残り15秒。足を開くことによってもも、そしてそれを受け止めるときに腰、背中、腹筋、腕、肩、すべて効いてきます。残り5秒、4、3、2、1。では5秒休憩です。次はライイングニー&エルボーです。ではこれでラストになります。肘と膝を合わせていきます。今まで体幹を散々やっているので、腹筋にかなり効いているところで最後これをやらなきゃいけないです。では用意スタート。では肘と膝を合わせることによって腹斜筋、くびれを作っていきます。今日はこれでおしまいですので頑張りましょう。残り15秒。5秒、4、3、2、1。お疲れ様でした。途中からハードになっていったのでかなりきつかったと思います。体幹トレーニングは全身を使うので効率よく鍛えられるので、これからも続けてやってみてください。ではまた次回やりましょう。